伊豆大島。伊豆大島は、伊豆諸島北部に位置する伊豆諸島最大の島。本州で最も近い伊豆半島からは、南東方、約25キロメートルに位置する。大島と名のつく島は、日本各地にあるが、国土地理院では、伊豆大島と表記する。面積は91.06キロメートル。行政区域は、東京都大島町である。 人口は2018年10月時点で7746人。そのうち2446人が西部の元町地区に居住して最大の集落を成している。名物は椿で椿油が特産品。島の97%が富士箱根伊豆国立公園に指定されている。伊豆大島はの火山島である。島は 水深300から400メートルほどの海底から、そびえる火山の陸上部分であり、海底部分まで含めると1000メートル程度の高さの火山となる。山頂部にはカルデラがあり、その中には中央下高級の三原山がある。島の最高地点は、この三原山の標高758メートルの三原新山と呼ばれる高まりである。 川火山は確認できるものだけで80個以上存在し、北北西南南東方向に多く分布するため、島はこの方向に伸びた形をしている。比較的に活動的な活火山であるため、数多くの噴火の記録が残っているが、20世紀以降は1912年から1914年、1950年から1951年、1986年に、 中規模以上の噴火があった。特に1986年の噴火では、高度1万6000メートルもの噴煙柱を伴う割れ目噴火や溶岩流が人口集中地区に迫るなどして全島民が避難した。この3期間以外にもしばしば小規模な噴火を起こしており、1957年の噴火では死者が1名出ている。2007年には、 日本の地質百選に選定。2010年には日本ジェオパークに認定された。火山噴火予知連絡会によって、火山防災のために関し、観測体制の充実等の必要がある火山にも選定されている。5月から8月にかけて、南南西風が卓越風であり、それ以外は北東風が卓越風である。日本初期のアスカ時代の記述に、 水古天皇28年620年8月上に、駅級、薬、元、薬島の人が伊豆島に漂着したとある。この伊豆島は伊豆諸島のことを指していると考えられる。初期の記録では他にも、天武天皇4年4月18日上675年5月20日には、おみおの子が、同6年4月11日上677年5月20日には、 多氏名などが、伊豆島に流刑に処されている。このように、伊豆島は、古くから、流刑地とされ、俗日本記によれば、人気元年、724年には、伊豆国が、安房国、北地国、佐渡国などと共に、温度の地に定められた。俗日本記には、文武天皇3年5月24日、699年6月29日には、猿のお津が、 伊豆島に流された記録があるが、不創略記での対応期日は、なお廃伊豆大島とされており、この廃る地は伊豆大島だったと考えられる。都の歴永久元年10月22日上、1113年12月9日の記事によれば、同年に第五次の神官、立川流の祖が罪を得て、伊豆大島に流されたという。琉球王国の聖中山予や、 おもろさうし、鎮勢流球期、鎮説弓張月きなどでは、源のためともは、方言の乱に敗れて捕らえられ、伊豆大島に配慮された後に島々を略領したために、工藤茂光攻められたが、伊豆諸島の人々の助けで、現在の沖縄県の地に逃れ、その子が、琉球王家の始祖春天になったとされる。真偽は不明だが、聖子として扱われており、この話が後に、 極低和金の親切弓張り好きを生んだ。この話に基づき、大正十一年には沖縄県にため朝上陸の石踏みが建てられた。表側に上陸の日と刻まれて、その左斜め下にはこの石踏みを建てることに尽力した東郷平八郎の名が刻まれている。伊豆諸島は伊豆国に属しており、中世に入ると伊豆大島も伊豆国の治行国主の支配を受けた。 また、北条氏は、伊豆守護職を接収していたが、北条氏の滅亡に伴い集結した。太平記には、南北朝初期の騒乱で、欧州へ向かった平船が、嵐のため伊豆大島に漂着したという記述があるが、史実か定かではない。欧英三年七月二十三日、1396年9月3日には、伊豆守護、上杉賢城に、 伊豆大島などの伊豆諸島を含む伊豆国の所領が交付されたという記録がある。この所領は前年7月24日に父、上杉のり方の医療として安堵されたものだった。また、八丈島年代記によると、神奈川、現、神奈川県横浜市神奈川区の領主、奥山隆林が八丈島、小島、青ヶ島,三宅島、三宅島、三倉島の代官となったとされるが、 記述のない伊豆大島は別の大官が任命されていたか不明である。この後、戦国時代になると後北上氏が伊豆諸島全体を支配するように言った。なお、天文21年9月19日、1552年10月17日の噴火の際に鎮静を願った祈祷札が今も元町の薬師堂にある。近世に入ると、島内は、海方、または、 戦士か、裏方と呼ばれる、新島、岡田と山形、または山手か、鎌方と呼ばれるヘッツイカタヤゾ寺千地、津の慶語村で構成されるようになる。さらに後に、咲寺村から、羽生港村が分かれた。なお、天正十八年、千五百九十年に、関東の領主が、徳川家康になった後も、伊豆諸島ではしばらく、北条氏の急進の支配が続き、 その後に、江戸幕府の大官が収めるようになった。なお、昭類やアレミの例の際に江戸などで集めた飛び、鷹、木ギスなどが、宝永五年、1708年まで20年余りに、渡島で放丁された。やがて漢文十年、年、1670年に、大官の強法八年、1723年には、手代の都党も禁止され、以後は、 新島村の官主である藤井氏が行政を担当した。地域人を世襲で助ける島の有力者を島大官と称した。なお、教法2年、1717 17年の改革により、島へ渡る役人と島の有力者を、それぞれ島役人、地域人と呼ぶようになった。1703年12月31日、元禄16年11月23日の、 元禄関東地震の大津波で湖だった羽生港が外目と繋がった。大島では畑で大麦、里芋、大根、大豆などを植えていたが他がなかったため金星前期には年具は塩で納められた。また後に茶やさつまいもなども栽培され養蚕も行われた。元禄2年1689年には 鎌方村などで生演された2000票以上の塩が収められ、代わりに246票の不知米が給付されている。また、裏方には夏と秋に釣ったカツオの4分の1ずつ、雲んとお口、深課税、春と秋には室、鯖など20分の1の雲んが課せられた。翌元六三年、1690年に塩年具は廃止されて金と軽戦による大勤農となり、 享保7年、1722年には、運上も、勤能となる一方で、ひしたまが減っている。また、同8年、1723年からは、滝木、海苔や、魚介類を船で、江戸の豚屋に売り渡し、経費などを除いた利益の1割を上納するようになった。江戸時代にも、流刑地としての役割は続き、伊豆大島志向によると、慶長12年、 1607年の岡部東十郎を、はじめ、同十七年、1612年には、キリシタンのジュリアオター、天羅二年、1682年に、越後騒動に関連して、小栗兵庫ら、元六十六年、1703年には、赤老子の維持ら四名、マセサダ吉田賢治家、中村中三郎、村松聖上門が流された。また、 日蓮宗不自不正派の層なども流されている。しかし、ル人受け入れや三宅島までのル人船の雇用が負担であったため、明和三年1766年に、三木金の上乗せを条件に、ル人船の雇用が免除された。同年以降は、大島へのル人がは途絶え、三倉島、豊島と共に、完成八年1796年に正式に、流刑地から除外された。また、 同年には、島海賞が設けられ、大島を含む伊豆諸島の水産物などは、同所以外へ販売が禁止された。この航路が長いため搬送中に、魚の鮮度が落ちて、商品競争力が激減したが、江戸の豚屋が、船足の早い王装船に、大島の加工を乗せて、魚介類を江戸に運送、販売することを願い出て、文13年、1816年に、許可されると、 売上は急増し、漁業が島の産業の中で大きな比重を占めるようになった。明治になると、1882年、明治15年に秋、公平六が西洋保船を建造し、本土との往来などに使われた。1897年、明治30年には相引き船が伊東、現、静岡県伊東市との間で航路を開き、翌年には道航路で、 実業家、杉本が和船の運行を始めた。1900年、明治33年に、定衛新商は杉本と契約し、郵便輸送を開始した。なお、当時の鮮魚や畜産品などの貨物輸送は、島民の船で島内の元町港羽は港から、東京市、横浜市へ直接向かった。1906年、明治39年には、東京湾喫船が、大島、 伊東館に定期航路を開設し、翌年には東京大島航路や東京大島都島、新島式根東甲津島航路が命令航路となり、大島への寄港回数が年間96回以上となった。定期航路が整備されると、和田光三や坂本繁次郎、中川和正、村山海太郎の著名人や芸術家が来島し、島を題材にした作品も残された。また、 1928年、昭和3年に、東京市との間に、日光瓶が就航し、同年には、野口宇を作詞、中山新平作曲のハブの港の歌が流行したこともあって、観光客が増加した。1931年、昭和6年には、三原山の砂漠、溶岩、原の通称に、ロバやラクダが導入され、1935年、昭和10年に、 大島自然動物公園、現、都立大島公園が開園している。横浜開港に伴う、食肉需要の増加で島の放牧場、牛、ヤギが乱獲されて一時はほぼ絶滅したが、その後は、肉牛の生産が活発になった。さらに、明治30年代に、乳牛、酪農が主流となり、1926年、 昭和元年の島内の飼育乳牛頭数は1200頭に上っている。また、江戸時代末期に生産を解禁された炭は、従来の主要な商品だった焚き木と共に、島の有力産業に成長した。このほか、島内では、古くから明かり、生発、食用に用いられた椿油は明治以降に、機械油や生発油として生産が増加した。 1916年、大正5年の島の産品は1位から順に、海産物、牛落、滝木、炭、椿油となっている。インフラストラクチャー面では1872年、明治5年に、農造で初の小学校が開校し、1875年、明治8年に、新島村とハブで郵便局が開局した。1902年、明治35年には、下田、 現、静岡県下田市と大島の間に海底電線が開通している。1916年、大正5年には、元村と野橋村で、伊豆諸島で初の伝統が設けられ、1927年、昭和2年には、岡田、千図、羽生港、佐木寺で送電が始まった。また、1931年、昭和6年には、島内で、1934年、 昭和9年には本土との間で電話が開通した。1933年、昭和8年に大島6河村自動車道路が作られると、1935年、昭和10年には島内でバス、トラックが運行されるようになった。なお、1940年、昭和15年には伊豆諸島で最初の雪岩桟橋を持つ岡田港が竣工した。 1923年、大正12年9月1日の大正関東地震、関東大震災では、高さ12メートルの津波が襲った。第二次世界大戦中の1944年、昭和19年には、小笠原諸島への軍事輸送のために島内に、総受信所が設置され、第二本帝国海軍、第二魚雷艇特別攻撃隊の中間基地として、ハブ港が接収された。 また、1945年、昭和20年6月には、本土決戦に備えて、第321師団が編成されている。ほとんどの民家が、部隊によって接収され島民は、集団疎開を命じられ、一部は、長野県に疎開したが、輸送船が足りずに命令は撤回された。第二次世界大戦後の1946年、昭和21年1月29日に、 占領政策から伊豆諸島は日本の行政から切り離されることになり、島民の中には暫定憲法を制定する行動もあったが、3月22日に方針が変更されて分離は行われなかった。1952年、昭和27年4月9日に、羽田発福岡駅日本航空301便、木星号が三原山の高度600メートル、 二0フィートに衝突し、三十一人が死亡した。1955年、昭和三十年4月1日に、伊豆七島国定公園の一部となる。1958年、昭和三十三年の狩野川台風では、24時間雨量、約400ミリメートルにより、土砂災害が発生し、元町地区の104棟が、前半開始死,死者、行方不明者各一人を出した。 1964年、昭和39年7月7日に、富士箱根伊豆国立公園の一部となり、伊豆七島国定公園の指定が解除される。また同年に、伊豆大島の娘心を歌った、宮古春美のあんこ椿は、恋の花が大ヒットする。1965年、昭和40年1月11日午後11時頃に、 元町港のすぐ近くにある寿司屋を兼ねた旅館を火元とする大火があり、折からの強風に煽られて、消失面積15万平方メートル、全焼418個、離災408世帯の被害が出て1311名が焼け出される被害が出た。この火災に対しては災害救助法が適用された。この火災については30キロ離れた対岸の伊豆の アタや稲取からも見えた言う。1986年、昭和61年に、三原山が噴火した際、全島民が1ヶ月にわたって、島外避難した。2013年、平成25年10月には、台風26号に襲われ、観測史上最大の24時間雨量824ミ、mm、リメートルを記録し、土砂災害により、元町地区を中心に49名の死者、 行方不明者を出した。降水量は観測開始以来最大であった。なお、この土砂災害に伴う地盤振動が、島内に設置されている地震計で観測されていたが、土砂災害の直前予測に活用が可能と考える研究者もいる。航空機船舶島内バス。演技式新名町には、伊豆国鴨郡の神社として羽生姫命の地神社、青寒子神社、 波地神社の名があり、それぞれ島内の羽布港の羽布ヒの,の地神社、野蔵の大宮神社、仙津の波ともかあさ神社に否定され、当時からこれらの神社が存在していたことがわかる。近世諸島の伊豆国三島館主や経図の記述では、慶雲元年704年に三原山が噴火したことから京島、三島と推定されるにつっていた三島偶源。 静岡県三島市の三島大社を大島に移したという。なお、三島宮はこの後の天平7年、735年に、現在地の伊豆府中に遷座した。また、今尺物語には、配るされた縁のオズムが権行したとされる山で、増海という僧が、佐賀天皇の頃に修行を積み、地蔵寺を建立したという話がある。1901年、明治34年、 坪井正五郎らにより、竜の口遺跡が紹介された。これが、大島で初めて知られた遺跡であり、現在までに51箇所の遺跡が確認されている。いかに代表的なものの例を挙げる。伊豆大島ジオパークは、2010年、平成22年9月には日本ジオパークに認定された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。